ダニエル・ペーター・ペーターの近所に住んでいたアンリ・ネスレ。滑らかな食感を出すために使用した牛乳はネスレ社の競争相手が作っていたものだった。ダニエル・ペーターはスイスのチョコレート職人であり、1875年に初めてイタ城のミルクチョコレートを作ったことで知られている。元はベベイでろうそくを作っていたが、ランプが出現するや需要は、 急速に落ち込んだためチョコレート作りに携わるようになった。当時チョコレートに使われていた豆の品種は苦味が強いものだったためよりまろやかな風味が求められていた。また牛乳はコーヒー豆よりも価格が安かったためチョコレートに加えることでかさを増すことができるという利点もあった。友人のアンリネスレに勧められてミルクチョコレート作りに取り組んだペーターだが そのためには、カビが生えないように牛乳から水分を取り除かなければ、ならないという難題があった。ネスレと協力し合い昼夜を問わずに研究を続け、ついに乳児向けの食品製造会社を営んでいた、ネスレは市場に製品を売り込むことができたのである。1876年のことだった。その後ネスレ社は今日に至るまで成長を続けていくことになる。このように、 従来はネスレとの協力によってミルクチョコレートは開発されたと語られてきた。しかし、広島大学の佐藤清隆教授によってネスレとの協力はなくベータ単独で開発したのではないかという資料が発見された。佐藤教授らは資料をもとに実験し、実際に製造できることも確認された。ありがとうございます。